こんにちは、釣りいちです。ちょうど釣りを始めて1年になります。今回の動画はこれから釣りを始めようと思っているあなたにお届けする内容です。いつも見てくださっている皆さんは私の過去の姿から成長を見つけてもらえると嬉しいです。釣りを始めたいあなたは道具の種類が多くて選び方がわからない、釣り具屋さんに一人で入るのはハードルが高いと思って二の足を踏んでいませんか？大丈夫です。釣り具屋さんに行かなくてもあなたの家の近くにもありますよね。今回は全てダイソーで釣り具を揃えて釣りへ行く準備から一緒にやっていきましょう。そして実際にこれらを使っての釣りと後片付けまで一通りの流れが分かるように動画にしていきたいと思います。釣りの先輩方はもっといい方法などアドバイスをコメントいただけると嬉しいです。まずは竿とリールのセット、これに仕掛けを結べばすぐに使えるようになっている釣り竿が1000円で購入することができます。次に水汲みバケツ、堤防から海水を汲むのに使います。このように長い紐がついているので安全に堤防から海水を汲むことができます。そして釣りの仕掛け、ダイソーにはいくつかの餌釣り仕掛けが売っていますが簡単に使えるものばかりなのと使い方もパッケージに書いてあるので安心です。そしてよく使う小物の魚つかみ、魚がかかって針を外す際にこれで掴んで外します。鱗が多いイワシなども触るのが怖くなくなりますよ。次に食品用の保存袋、釣った魚を入れる用途以外にも濡れたものを入れたりいろいろと重宝します。次に釣れた魚を入れて持ち帰るクーラーボックス、暑い日はこの中に保冷剤を入れるかコンビニで氷を買って入れています。そしてキッチンバサミ、仕掛けを切ったり釣った魚の下処理をするのにも使います。釣り小物以外にも携帯用のトイレをいつも車の中に一つ置いています。そして濡れたものや汚れたものをいっぺんに入れて車に乗せられる防水のバッグ、釣り道具は濡れたり匂いがついたりするものが多いので車を汚さず持ち運びするのに重宝します。釣り具を洗ったり大きな魚が釣れたらこの中に入れて持ち帰ることもできますね。それではここからはいつものようにテロップで釣りの様子をお届けします。青い染め500円分ください。だいぶ暖かくなりましたね。あ、そうですね。これからです。これからです。ありがとうございます。
ちは。頑張ります。安全運転で家に帰ってきました。ここからは釣りの後の道具の手入れです。ハンドルはとても汚れるのでハンドソープで洗っています。リールは優しく流水で洗います。バケツも匂いが残らないようによく洗って乾かします。堤防で使ったタオルは餌の体液や魚の匂いが残ってしまわないように必ずすることで次の釣りも気持ちよく楽しく出発できますよ。これから釣りを始めたいあなたと1年前の私へ、参考になると嬉しいです。